足利大藤祭り号は東日本旅客鉄道が運行する臨時快速列車の愛称である。本校では足利桐流方面に向けた行楽列車の遠隔についても記述する。栃木県足利市にある足利フラワーパークで富士の見頃の毎年ゴールデンウィークに開催される大藤祭りに合わせ観光客の足として運転される。 列車名はこのイベントにちなんで付けられている。かつて、上野、大船方面の列車は、足利藤祭り、岩木方面の列車は、足利大藤祭り号という列車名で運転されて、いたが、2019年の運転から統合され、以降は、どの区間の列車でも、足利大藤祭り号として運行されている。1.2号は、上野駅気流駅間を、3.4号は、 大船駅気流駅間を、宇都宮線、両毛線経由で運行される。ゴールデンウィークと、その前後の土休日に力に往復、日が運転される。年に数回の運転であるが、2013年度までの、使用車両であった大宮総合車両センター装束の183、軽電車には専用のイラスト入りヘッドマークが用意、されていた。 大宮総合車両センター所属の185系もしくは幕張車両センター所属の E257 系500番台で運転されている。両車ともモノクラス編成で全車普通車指定席である。かつては大宮総合車両センター所属の183系電車が用いられていた。5.6号は岩木駅気流駅間を常磐線、水戸線、 両毛線経由で運行される。二千二十年以降は、高崎車両センター所属の四百八十五系リゾート、山鳥六両編成で運転されている。二千六年の運行開始から二千十二年までは、勝田車両センター所属の四百八十五系、計六十編成。二千十三年と二千十四年は、同センター所属の e 六百五十三系付属編成。二千十五年は、 新潟車両センター所属の四百八十五系二千十六年から二千十九年までは勝田車両センター所属の六百五十一系四両編成で運転されていた。どの車両も自由席の設定はなく全車普通車指定席となっている。東京方面から東北本線経由で両毛線に直通運転する列車としてかつて1950年代から1980年代に かけて快速、渡らせ高崎間、小山経由や、道、大戸根があった。また、1990年代前半の休日等、多客機には、ホリデー快速足利号が運行されていた。渡らせ、大戸根は朝登り、各一往復、夕より、各一往復が、定期列車として設定され、観光列車ではなく、通勤等の利用客を対象とする列車であった。その後、 渡らせは増発され、朝夕に各一往復が運転されるなど、多目的列車へと展開したが、東北新幹線の上野駅開業に伴う、優等列車運転系統の見直しにより解消された。その後、1990年代には普通車のみの、ホリデー快速足利号が、新宿気流館に休日限定で運行された時期を、経て、2005年より、ゴールデンウィークと、 その前後の土休日に快速、足利富士祭号が1日1から2往復運転されている。足利富士祭3号、ありがとうございます。